誰これ、待ってやて、ちゃこちゃん、クドハト、おー、はい、はい、せーの、一番右、いけない、正解、正解、藤宮が直したんじゃないのか、はい、僕が直しました、合ってます。じゃあなんで正解って言ったんですか、プチさん。今僕ボタンでしょ。何逆ギリ、今のやり取り逆ギリ。これ高田さんが左、慎太郎と一緒にスプラッシュ、アイブリさんもいる、プテアル、タケ、 いるねー。慎太郎、竹雄、ハイブリ、プテ左だね、どこだ、はい、どこか分かりません、どこら辺で押した、プテ左にいた、焚き火のね、なんか右上ら辺で光った、焚き火の右上か、わかんない、焚き火の右か、だってみんな下で焼いてたってことは光った、ああ、そうか、助けてたから分かんないのか、下で焼いてたのが俺と慎太郎とまだいたの、いや、もう一人最後に鬼木が来た、僕最後合流してきたけど、下から、そう、え、なんだ俺と、どこにあったの、右上、あ、その辺で光ったってことだよね、要するに、うん、でもプテは左にいたのは間違いない。ハイブリさんはどこにいるんですか。俺今ね、通信直しに行こうと思ってジップライン乗ってるとこだから、めっちゃ通ってるっちゃ通ってるのかな、あ、ジップの落とした、一回落とした、落とした、右上に行ってるのはハイブリさんを見てる。プテってね、多分一番最後までスプラッシュにいた人間だと思ってて。てか、メイヤさんはあれ何の立ち止まりだったんですか、あのスプラッシュの。いや、スプラッシュの出入りを見てたの多かったから、人が。で、ハイブリ、タケを、あと、タケを、ハイブリ、シンタロウ、アルマみたいな感じで出て、で、4人で。鬼からは俺の白は出ると思うわ。ほんす。え、どうやって、ね、剣士がミーティングの左上ぐらいのボタンのところで待機してて、うん、そのタイミングで鬼木が一回ミーティングに入ってんねんけど、はい、これそれと同時に行ってるのよ、保管庫に、うん、でハイブリさんから主張してね、鬼木はどういう風に移動したの、ハイブリさん視点で、それどうやって白もらおうとしてる、これあっ、だから、うん、ええいや、ハイブリ、いや、そのまま話して、ハイブリさん、あ、で俺はそのまま保管庫でジップラインで音鳴ってるのを聞いてもらってるから、鬼木と一緒にミーティングの左上の方を通ってるから、切る場所なくないっていうぐらい、分かんない、僕的には微妙か、オッケー、ただ僕的には高田さんの方が怪しく見えちゃう、分かる分かる、うん、ハイプリさんって僕のこと見えてます、ね、今鉱山の途中ぐらいやから見えてない、保管庫の給油のとこにいるんですけど、給油は見えてない、あ、見えてないんだ、じゃあ鬼木はね、自視点でもほぼ無理、左下から焚き火に向かってきてるから、うん、あ、そうなんだ、そう、でミーティングに高田さん上側いたじゃん、でサボなって上に抜けてったじゃん、左上に抜けてた、でその時に高田さんがミーティングの下側に魚っていう文字だけ見えた、あ、そうなの、いたはず、え、魚いた、ね、高田さん、俺はいないよ、え、ないないない、このびっくりしたわ今、どこに、まあ、俺最終位置リアクターの、あの宝石をこう上げるやつなんだけど、浮いてるから、まあ聞かれたら聞こう、言おうかなと思ってた、急に上がってきたな、急に上がってきたな、対抗、まあでも僕的にはミーティングの下側のギリギリで魚さんの文字が見えてたから、まあ一応音質端脇で、あのリアクター前にいるっていう感じで、それだけ言っておきます。後半音質上のキノコ踏んだ人誰ですか、だいぶ後半出ない、対抗じゃないの、単純に
え、ちなみに僕原子炉からジャングル下回りで行ってるけど、魚さんとは会ってない。これさ、焚き火周りにいる慎太郎明也の2人に白が出るんですか？あ、僕から出せない、出せる、ね、はい、ああそこ出るんだったらいいや。アルマってどういうルートでそれ死体発見なの？スプラッシュゾーンでアルメプテシンタケとかがいたかな、うんうん、で、うん、あれも浮いてね、僕が一番最後に出てるんですよ。そうそうそう、で明也さんがスプラッシュゾーンの出入り口に突っ立ってて、で明也さんを抜いてカフェの右上ドロップシップの左のあの枝を拾って、で下に下ってって、で人が見えたから誰がいるかなっつって右回りで確認しようとしたらレポートが光った。めちゃくちゃ合ってると思う、うん、一人だけ上に行って、それがアルマなんですよ、最後に出てるから。でハイブリタケはミーティングの方やるってことも見えてるから、もうめっちゃ直近キルです、うん、多分俺して、俺がそこを通ってるし、しかもだよね、あ、うん、直近なんだったらもうあれだわ、迷信タケ全部無理、まあ普通にタケビにいるけど。でハイブリさんもジップの音聞かれてるんだったら無理なんじゃない。うん、ハイブリさんは多分視界がめちゃくちゃ狂っぽいから、片底見えてないから、あの奥って絶対見えないから、他の入る時、ね、あそこはね、うん、あそこ見えてないっていう主張がめちゃくちゃ狂うだと思ってるから。そう、ね、俺も鉱山とか通信にいると思ってた。直近なら確かに無理だな。でも鬼騎士店って結構魚さんが怪しくなるんですか？魚になるじゃん、魚さん。そうね、いや高田さんってミーティングに待機してたの？うん、俺は鬼貴と一緒に出てる。あ、出てるのか。押そうと思ったらサバナったから出たっていう。あ、なるほど、ね、2人ともね。あ、じゃあクモさんの最初知ってましたっけ？もしインポスター、俺はなんか鬼貴が白取れないんだったら鬼貴がキルしてるインポスターか、もしくはマットメイトの可能性ぐらいかな。あと藤宮と若干対抗気味だと思うから、そこをすり合わせしたいんだけど、ちょっと時間が足りない。僕シェリフで、クモさんでハイブリさんも聞いてるシェリフで、じゃあ竹雄さんと魚さんローラーしますか、じゃあ。うん、まあ多分状況的に俺からになるんじゃねえかな。鬼貴の、まあ、なんかあんまり疑えないけど、一応今回、あ、でもね、鬼貴ね、俺も展望台直してんだけど、鬼貴は展望台直してる人だったらインポスターかなって感じ。まとめて鬼貴インポスターはないと思うんだけど、で僕から白もらってから対抗しに行ってるからな、あってマットかなって思うけど、うん、まあ今日藤宮もは高田明也ドロップシップ脇に工藤さんがミーティングの、上、鬼貴が、保管、これじゃねえ、なんだっけ、宝山、おお、ナイス、ナイボー。まあ、初手キルに関しては例えばその高田さんが陣外で直近で嘘をついていた場合でも鬼キャージ視点で切れないから、うん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 、でワンチャンあるのって多分アルマのセルフぐらいじゃない、切ったら誰か近くに来たからレポートしたとか、うん、そのぐらいな気がするけど、上から飛び込んでキルしたら人がいっぱいいたからレポートした的なの、うんうんうん、それも人がいっぱいいるのってさ、そもそもスプラッシュゾーンでアルマくん分かってるから、いやだからごちゃると思って切ったけど、パターンかもしれないけど、まああんまり追ってはないです正直。俺ね、いや、あのさ、迷信がさ焚き火の下側でマシュマロやってたじゃん、はいはい、で鬼貴が斜め左方向、俺スプラッシュの方にのタスコやりに行くためにカフェとスプラッシュの間通ってんのよ、はい、でアルマがカフェ側から行っていて、ハイブリさんって保管庫通っていて、うん、保管庫の中にハタサコじゃん、うん、はい、これプテハシってどうやってそこの死人かいくぐって行ってんのかが意味わかんないんだけど、僕と慎太郎と鬼貴は多分、うん、あのマシュマロをやってるから見えてないんですよ。でプテはスプラッシュに置いてきてるんですよ。ハイブリタケオ慎太郎アルマの4人が先に出て行って、俺も後ろについてって、マシュマロをやって、そのスプラッシュの筋トレぐらいのところにプテを置いてってるから、そこに5人いたんですよね。俺含めて6人かだったら奇跡のすれ違いだな。迷信が奇跡で、そうね、それでも奇跡なんだ。奇跡は通る。迷信が焚き火でマシュマロやってる間に、うん、下側をプテさんが通過してる間に、通過して俺が枝拾ってる、で俺がスプラッシュの方に行ってるっていう奇跡の通過やね。でインポスターが消える。あ、でもね、俺目線結構分かりやすくて、ね、本当にみんなを見てたからスプラッシュで、竹尾ハイブリの2人はミーティング側に走ってって、慎太郎が焚き火でカフェテリアにアルマーだから、そこであの俺と慎太郎があのマシュマロやってる間にスプラッシュから出てたら見えないスプテは。いやでも分かる、なんかすごいリアルだと思う、それありそう今の経路。うん、いやそんな感じだと思いますよ。
まあ、魚さんで道連れないから基本僕的にはインポスターだと思うんで全然、うん、ね、ローラーしてもらっても構いませんけどね。いや、ローラーすいません、させていただきます。よっしゃ、あと思ってたよ。ローラーで、あ、ローラー、ローラー、はい、いや、ローラーしません、しませんです。でも、オニキ切れないってアルマから出てない。はい、ローラーしません。切るはできない。切る容疑じゃないですよね、このローラーって。まあ、花さんとの対抗。チクショー釣られるのが。僕スキップでーす。めちゃくちゃやってやればよかった。終わりか。え、終わんねえじゃねえか。タンズリでもいいと思ったけど、まあまあまあ、シェリフが言うならいいや。負けてちょ。早すぎ。はい。まあまあまあ。いや、おにぎ待ったんじゃねえかなと思って。え、ないのか。あ、ないのか。もう人外だったらあって待ったかなって思ってたから。ほんまにもう、その場合、魚さん来るようになると思うけど、まあいいや。あ、そうそう。いや、マットでもインポスターあるよ、絶対魚。フォロー出してるようにしか見えないから。あ、そうか。だって、あの矛盾って。そっちをってたのかね。いや、そう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 。おにぎマット、魚インポスターでフォロー出したけど、魚が乗れない位置にいたのかなとかって思っちゃったから。まあ、じゃあ、そのキノコのポフンとか。富士宮が来た人、キノコがね出ないの。このその該当者が多分魚さん、まあ、魚ぐらいしかいないじゃない。切ってからそこまでの時間ってあります？本質ぐらいに来れる人 ないよね。だから魚さんではなさそうだけど。他に入れる人いないんじゃない。でもいないと思うけど。まあ、慎太郎ってあなたのどこ行ったんだっけ？僕マシュマロ、メアシンで最後までいるよ。うん。魚メアシン見てる。メアシンだけは大丈夫。で、またそ高ハイアルハタ無理でしょ。ハタそこだってそこでしょ。で、工藤シェリフだから、藤宮さんはどこ行ったんですか。いや、そうなん、工藤さんシェリフ。いや、シェリフだけど工藤さんのルート。あ、僕ちょっと訳覚えてないんですけど、通信、上部鉱山っていう流れです。ほぼほぼ。でも藤宮さん、あれか、音を聞いてるもんね、ハイブリさんの。藤宮って停電直してるでしょ。所定に直してる。うん。でもマットはないんじゃ。いや、藤宮あってマットかなと思ったんだけど、その救うためのね。わかるわかる。うん、さがさがリアクターに。ああ、そうね。藤宮の言ってる情報嘘になるよ、これ多分。でもマットじゃないから、あってもインポスターしかないですよ。停電直してる。ちなみに、ハタさんの保管庫って誰か見てるんですか、そこに行くまでの道中は。いや、証明はできないと思うけど、音を聞こえてる。いや、そうね。まあ、あのハイブリさんの音を出してるから。一番最初に言ったのか。言ってる。一番最初にジップの音を出したのは、ジップのハタサコだから、いると思うよ。うん。だから、行ける人いない。いないとなると。勘違いする。入ってた気するんだけど。まあまあまあ。まだ関係ないけど、昨日のスキップって僕と竹尾さんともう二人は。あ、俺も入れました。俺も入れてるスキップ。了解です。したかったけど正直、工藤さん、釣りませんって言ったように聞こえた。そう、釣りませんね。じゃあ、すいませんって言ってた。すいません。あ、そうなんだ。漏らします。あ、なるほどね。僕はそれを聞いて投票した。すいません、漏らします。これは結構最後まで票を持っていたので、あのロラって聞いて最後に入れました。うん、まああって藤宮が嘘をついてるなら藤宮はインポスターしかないぐらい。まあでもまだ分かんないからね。あとさ、俺ボタン押したやん。死んでたら不死身屋だよな。え、僕のレポート？ああ。どういうこと？いや、レポート連打しながら走ってたから。ジャングルのこの上の真っ青のやつの上。
まあ、ミーティングの右し、ミーティングの外の右下。そこで慎太郎死んでんの？え、かな。レポート連打してたから。人外育成慎太郎マットだったんじゃない？違うんかな。アッパーぐらいでいましたね、慎太郎くん。いや、慎太郎ずっとその辺にいることになるよ、多分。なんか変だよ、動きが。保管庫から、下？なんだ、その慎太郎の動き。保管庫から出てった人って誰ですか？保管庫から出てったのは、俺。藤宮じゃない？うん。藤宮か。これ藤宮ってボタン押してたっけ？俺押してた、さっき。ああ、畑迫ってどこにいるの、今。原子炉です。キッチンで根屋さんのことをあの釣りで置いてったんですよ。置いて、いや、見てる見てる。僕はもう釣り、ある程度釣ってたんで。うん。で、焼くだけ焼いて、あの、デカエルのとこ通って、温室検視しろって感じです。あ、研究室も行ったそうだ。え、根屋さんって展望の後ってどういう動きだったんですか？展望の、展望の前に、俺はその畑迫が魚焼いて出て行った後に、キッチン出て、通信行って高田さんと直して富士宮が後から来てはしご降りて、うん、展望行ったら慎太郎工藤の2人がいて最後は慎太郎そっち行ったんだ。はい、上部アルマがなんか覗いててで上部エンジンで、あ、ごめん、展望でナンバー入力入れてから上部エンジンのタスクをしてる。それ高田さんに多分見られると思う。ああ、だったら無理じゃないの、名誉切れるの、ね、うん、いや多分俺2キルがそもそも高田さんとかの情報を合わせると無理だと思ってほしいから。で、藤宮も慎太郎切れないじゃんこれ多分。だとしたらまあ届かないと思った。届かないね。で、クドシェリフでしょ。はい、カタールしかいない多分。僕に生きる絶対無理ですよ。アルマは、ね、アルマさん無理、アルマさん無理、うん、あ、そうだな、ね、畑迫しかいない、うん、畑迫しかいない、無理じゃないですか、初動見られてて。いや、最初ハイブリさんの位置が分かんないから、うん、ハイブリさんの位置って見たことあります？見た人います？分かんないけど、慎太郎？慎太郎がだって直近側でしょ、これ多分。タスクは終わってます。これも終わる。俺が終わらないので、畑迫さん、すみません、つらしていただきたいです。はい、俺は絶対、俺は慎太郎のキルが無理だと思ったし、高田さんしてて絶対無理だと思う。そうだよね。うん、畑迫視点どうなってる？アルマしかいないじゃん、だって。いやいや、僕無理だって、シリフから白もらってるよ。アルマは無理だね。無理だと思うんですよ。ほら。終わんねえ。え？あ？どういうことだこれ。アルマは2キルは無理なんだよな。ああ。富士宮。あ、富士宮だ。アルマだったわ。あ、いや、僕はシリフか白出るから大丈夫。あ、おお。マットなのか。マット。あ、じゃあいけるわ。高田さんって僕のこと見えてます？カードタスクしてるとき。ん？何だ？さっきのターン、さっきのターンス。見えてないよ。あ、見えてないのか。あの、高明がカードタスクのとこにいるときに僕って望遠鏡を覗いてたんですよ。で、その後出てって、死体発見なんですけど、その前は工藤さんとずーっと展望直してて、で、工藤さんが望遠鏡を見てる僕を置いていって外に出てって、高明と合流してるから2キルが無理ってもらってるって感じ。はいはい。まあでも、アルマの位置が正だったら届かないしな。まあ、シェリフからアルマ白もらってるから、ああまあアルマ釣れないし。セリフが悪いって。おー、いい試合。え、これ富士宮どうやって切ったの？俺がさ、通信から降りてく富士宮見てんだよな。あ、ジップでってことですか。ジジ、どうやって切ったの？どうやって切ったの？普通に降りてからガンダか歩いて、うん、ガンダ？ガンダギリギリ届いた感じ。いや、でも余裕あった。 2,3 秒はあった気がしますね。あ、2,3 秒くらいあった。うん、保管庫から出てくの見てるから。保管庫か、富士宮容疑者だと思ってた。あ、そう、あの望遠鏡で。あ、そうそう、通信から保管庫行って。あ、結構その間と時間があったんで、アルマが見てる時に藤宮も出てたんだ。 それを見てから、あ、そういうこと。ボタンが入んなかったから、そこら辺で死んでるのかなって思って。全然時間あるわな。